タートしました。正面さんの前です。まず押している7番のアイトークです。一発違反。そして2番手の1列が外から何のクラブ券が伝わっていきました。3番手3番のローマンシスターズ1等で下からローマンの1位チェック、直後10番のあるいは10番のエンジョルリボーズ1等です。内田は絶対1等の下から1番のラドン・トーチュンです。その後から4番名称鉄砲後方から1等目を積んでいるのがダブル車、最後方から1番森のカブでという体制です。さあ1コーナーカーブし終えて2コーナー先手を奪ったのは2番7番のハイトーンです。7番ハイトーン1打身のリードを取りました。2番手11番カニのフライテルと1等、3番手外からは6番のディーディーデキが追走、2コーナーから飛行場面です。その後3番ローグアクシス、5番のシエラネラと行為を形成、外に9番10番の、そしてその後ですが内からは半分差を決めつけていった8番のダブルシャー、さらに1橋の後方ですが2番のダブルコーチ元が下がりました。その外から行っている10番のディーブリボンです。そしてその後ですが2頭を並ぶような形、上から4番の名称鉄砲、外が12番のタイムフライヤー、タイムフライヤーは後方から2頭目、そして3橋の0橋に開いて1番のフルノカムでは最高ですね。さあ各手番3コーナーをカーブしていきます。ラップを刻む7番ハイトーンのリードは現在4連の参加し、2番手サリオフランケルが追走しております。3番手ディディデキ、その後からはローラカクシス、そしてシエラネバダにジョンバルの残り6点通過いたしました。その後ですがダブルシャープで外から2番のダノンコーチュンが追走しております。さらに外からはゼッケン10番のセバシャンです。さあそして外の持ち出しで動いていったハイプレイヤーのリードが4コーナーからさあ直接向かいました先頭です。さあ7番のハイトーンが先頭、ハイトーンが先頭、どっちが入る、ハイトクランキル、ハイトクランキルはここは先頭